Oh, a little adventure is all I really need. Oh, little adventure I really need. I really need. でも日本との大きな差はやっぱりミューラルがたくさん描ける。だから単純にやっぱ大きい作品を描きたいとか、街に自分の作品を残せるっていうのは、日本いる時は結構あのアーティストはどっかのブランドとコラボしたとかっていうことがすごいこうすごいことになって見えてたけど、やっぱこっち来ていろんな展示も見に行ったし、やっぱりそこで作品が売れてるっていう、この作品も売れてるし、この作品も売れてる。そうですね。やっぱそこがシンプルになんかアーティストとしてかっこいいなって思ったですね。やっぱりアーティストはね、売れた作品のお金で次の作品作るわけじゃないですか。作品が売れていくことによって、そのお金で。さらに進化した作品を作りたい、そのサイクルはやっぱ作っていきたいなと思いますよね。あとキャンバスがやっぱそれぞれ人に渡ってって、その人の部屋に飾られたりとか、単純にやっぱそこの嬉しさがやっぱ次また制作するっていう意欲にもつながるし、幸せですよね。日本にいる時はなんかこう職人っぽいアーティストとしての姿勢というか、抽象画を描き続けるっていう意識でずっとやってたけど、違う国に出て自分の可能性というかを見たいなと思って、生々しくて幻想的な作品を作ってみようってことで、最初指を描いて、指描いてたら次手を描きたくなる。もともと人のそのエネルギーとか人間力みたいなところを興味がある。そういう人を感動さすとか、見ただけでこう心が動かされるような。松井盛雄さんっていう日本人の画家さんの作品が一番好きやったかな。その人の作品を生で見た時に初めて泣けたっすね。しかも抽象画で、そうすごい細かい線が描かれてて、作品を見て泣けるんやなっていう、それだけ心が動くんやなっていうのはすごく、そういう絵を描きたいと思って。やっぱり見た人がポジティブなマインドに変化するっていうか、そこを重視してるんですね。多分どのアーティストもそうなんじゃないかなとは思ってます。何か動いたからやっぱ買いたいとか欲しいとか、その働きってどっから来てんのって思うし、その
ここのこの対作品との直面した時に何の働きがあってこう感動してるのかっていうところとかすごい興味あるし、ちょっとずつ自分の世界観が広がってるっていう感じがします。やっぱ実験していく楽しさ、やり続けて見えてくることは絶対あるから、今のスタイルになってるし、さらに変わっていくんだろうなっていう。作り続けたいですね。ずっとポジティブな方に変わるきっかけを自分の作品がこう生み出せたらベストですよね。